オラピアオシュボイシャークンダンディ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディ山頂でございます。今回ちょっと特別な動画を撮らせていただきますけども、実は最近ですね、話題になっているラッパーがいるんですけども、まあガンナーっていうラッパーが非常に話題になっております。なぜかというと、まあ去年のね5月頃に、まあ有名なラッパーであるヤングサグと、他の十数名、まあ20名あたりぐらいですかねの、まあ、YSL というギャングのメンバーたちが一斉に捕まってしまったわけですね。はい。で、まあ留置場的なところにいたのが、ガンナーが、まあ、スニッチね、チクったってことで、ガンナーが出てきております。ちなみに、ガンナーだけではなく、まあ、数名の方も、同じように、政府と取引をして、まあ留置場から出てきたんですけども、まあ、注目を浴びてるのはガンナーですね。でガンナーがチクった、ね、ことによっていろんなラッパーやヒップホップ業界の人たちに、まあディスられたり、離れられたり、ね、あるいは、まあ、ガンナーの、を、ちゃんと支援してくれてるラッパーなどこう分かれてしまってるわけなんですね。はい。でまあ、第2のテカシ、69みたいな感じで言われてるんですけども、まあ、どちらにせよ非常に、注目を浴びてるわけです。はい。でそんな中、12月、去年のね2020年の12月に出てきたんですけども、最近ですね、曲をもうリリースしたんですね。なんなら今日ごめんなさい、これ撮った日、2023年6月16日なんですけども、もう本当に数時間前にまた、新たな曲をいくつも出してきて、なんならアルバムですかね、をちょっとずつ公開していってる感じなんで、もう非常に、熱いホットなネタですね。はい。でまあ、これを公開する頃にはちょっと前になってるんですけども、まあ、そんな感じでガンナっていう、ラッパーが非常に注目を浴びているので、まあ、その話を、させていただきます。ちょっと今画面変えますね。はい。でまあどんな人かというと、まあ、ガンナこれですね。で、先ほども申したように、YSL という、ギャングがあるんですけども、まあ、それのメンバーとされているわけですね。でヤングサグあガンナ時代もですね、過去に何回か捕まったりいろんな事件に、巻き込まれたりしてるんですけども、まあ、今回も捕まってしまったわけですね。でその YSL というね、ギャングアトランタのギャングなんですけどものリーダーとして、まあ、知られてるのがこのヤングサグですね。で彼は、去年の5月に捕まって以降ずっと、まだまだ刑務所ではないですけど留置場ですかね、日本でいう、にいます。で、まあ、裁判を待っている状態ですかね。はい。でも彼は、まあ、政府との取引ができないまま、出てこれてない状態なんですね。で、本当に非常に多くの、罪状を、容疑をかけられておるんですけども、まあ、下手すると、終身刑的なもう一生出てこれないような、罪をかぶせられてしまうんじゃないかなということで、ヤングサグの行方も非常に注目を浴びているわけでございますね。はい。で、もっと言えばこのガンナが、政府との取引をしたがために、より一層このヤングサグが、罪を問われることになる可能性が高くなってしまったわけなんですね。はい。だから裁判で、非常に不利になってしまったわけですね、このガンナの供述によってっていうことで、まあ、非常に注目を浴びております。はい。でまあ、もうちょっと細かく説明しますと、リコっていう、ね、アメリカ独特の法律みたいなのがあるんですけども、このリコっていう、ことに対してちょっと説明します。まずこの YSL のギャングメンバーが20名近く、前後ぐらいですかね、ごめんなさい、はっきりとした数字ちょっとごめんなさい、分かんないんですけども、まあ、20名前後一気にバッて捕まったんですけども、あのリコ法っていうので捕まってるわけなんですね。はい。でこれリコ法っていうのは何かっていうと、まあ、組織的犯罪みたいな感じなんですね。で、もちろんもうちょっと細かいんですけども、ざっくり説明いたしますと、まあ、組織ね、暴力団とか日本でいう、まあ、ヤクザとかっていう暴力団がいた場合、トップの人、ね、頭である人は大体自分で、悪いことをしないんですね。下っ端にさせるわけなんですよ、チンピラとかにね。自分の組に所属している下っ端とかにあれやってこい、これやってこいって指示するのがボスなんですね。で昔までは下っ端が悪さをしたら下っ端だけしか捕まえきれなかったわけですね。実際に罪を犯した人しか、まあ、捕まえきれなかったわけなんです。なので
上の、ね、ボスはもうやりたい放題なわけなんですね。下っ端にさせればいいだけなんだから。でそれが、まあ結構昔にアメリカで、それではいかんということで、まあ、法律が立ち上がったのがこのリコ法っていうんですけども、まあ、これは何かっていうと下っ端の人が悪さをしたとしても組織的犯罪ということで、捜査ができるようになったわけですね。で捜査ができるってことは捜査中は、外にいてほしくないので、組織に属している人たちなら誰でも刑務所の中に一旦、放流することができる、交流することができるっていうのが、まあ、このリコ法なんですね。簡単に説明して、細かいところで言えばもっと、具体的な部分はいろいろあるんですけども、はい、でこれが、まあ、見てたら、まあ、1970年にですね、まあ、アメリカの方で、開始している法案なんですね。なのでここに至るまでのマフィア、まあ、アルカポーネとか、まあ、有名なマフィアたちはこれの前のマフィアなんですね。なのであの人たちは下っ端にいろんなことさせて、まあ、自分は安全に生きていくっていうスタイルだったのが、まあ、70年を機にできなくなったわけですね。でもちろん最初ら辺は、まあ、リコ法っていうのは立ったんですけども、まあ、すぐにこう、効力があるわけではなく、ある程度こうまだまだ悪さはしてたけど、まあ、どんどんその政府の力がついていって、今ではアメリカでもこのマフィアっていうのは結構、少なくなってるわけですね。で日本でも、結構最近同じような法案が確か出てきて、で、ヤクザさんたちもちょっと動きにくい状態になったっていうのも、まあ、あるんですね。それが、まあ、リコ法と似たような感じなんですけども、はい、まあ、それでこのギャングメンバーが、まあ、20数名、20前後捕まってしまったわけなんですね。で実際に警察に止められたのは確か、ごめんなさい、これ記憶違いで、間違った情報の可能性があるので、それはごめんなさい、ご了承いただきたいんですけども、まあ、ヤングサグとガンナが2人でいるところを逮捕されたんですね。でそこからこのリコ法で芋づる式に、まあ、YSL の組織のメンバーたちが、20名前後一気に捕まってしまったわけなんですね。である、まあ、ソースによると、まあ、このアトランタっていう地域 で活動しているギャングなんですけども、アトランタで起こっている、犯罪行為の 60% から 80%、 60から 80% はこの YSL のギャングたちによるものだっていうようなことを言っておりました。非常に、大多数、大半を占めているわけですね、アトランタの、犯罪行為がですね。でアトランタっていうのは、まあ、州ではなく都市ですね。ジョージア州っていう州、大きな州の中の一つの都市が、まあ、アトランタなんですね。はい、で、まあ、アトランタは昔から結構な都市で、危ない、ね、地域とされてるわけなんですけども、まあ、このように、そういう危ないところで、まあ、この YSL っていうところも活動してた。はい、で、ガンナがどうやって出てきたか、もうちょっと深掘りしていくんですけども、まあ、先ほど言ったように政府と取引をしたわけなんですけども、これがまた面白い取引ですけども、アルファードアクトみたいな、ごめんなさい、名前だったと思うんですけども、何かというと、ガンナが供述していること以外のところで、犯罪行為の証拠が見つかったら、違法、犯罪者として捕まるんですけども、それが見つからなかった場合はそのまま無罪になる感じの取引なんですね。その代わり、YSL がギャングであることを認めてくださいって言ってるわけですね。ごめんなさい、ちょっと喉が、はい、すみません、飲みます。すみません。で、さらに供述を しないといけないんですね、その取引の中でガンナが。で、まあ、裁判所のところで、まあ、裁判官に向かって、供述したんですけども、裁判官の問いが、YSL というのはギャングですかって確認の問いに対して、はい、ギャングですっていうふうに言ってるわけですね。でもっと細かく言えば、ガンナは、の供述としては、まあ、YSL っていうものに所属はしてたけど音楽業界のものだと思って、一緒にいましたみたいなこと言ってるんですね。なのでラップとか、ね、そういったものを実際起きてないけどそれを大げさにラップにして売ってた、そういう組織だと俺は思ってましたみたいな供述をしてるわけですね。でそれに対して周りのラッパーは、嘘だろお前、何回も捕まってるし、ヤングサグともよく付き合ってるのに、こうつるんでるのに、ヤングサグがガンナお前と一緒にいるときに悪さしてないわけねえじゃねえかっていうような、意見の人も多かったりするわけですね。はい、まあそもそも特に黒人文化、まあ、犯罪社会の中でもそうなんですけども、イタリア系でも関係なく、でも特に、まあ、黒人
ね、文化の中では、まあ、チクる、警察にチクる行為がもう一番やってはいけないこととされているわけですね。それほど黒人文化たちの中で重い、ね、行為なんです。なので罪を認めることによって、ね、政府からは解放されたけど、同じ黒人社会の人たちからは、もうひどい目で見られるし、ひどい扱いを受けるわけなんですね。なんならテカシさんもね、最近69ね、ジムに行ってる時にトイレにフラッと寄ったら、まあ、2人3人ぐらいにボコボコにされてしまったんですよね。テカシからは知らない人にいきなりこうスニッチだからって言ってね、チクったからって言って急にボコボコにされた事件も確か最近ありました。でもテカシ69の場合は、いや俺はチクったと、そうだよチクりましたよって言って、まあ、ボコボコされたのも、もうそのまま素直に受け止めたので、まあ、それ最低限のリスペクトは自分からはあります。あ、もうチクったことも認めてるし、まあ、ボコられてももう何も文句言ってないなみたいな感じなんですね。ガンナーの場合は別に文句ないんですけど、俺はチクってないみたいな感じでの態度なんですね。俺は自分がやるべきことをやっただけだ的な感じなんですよね、スタンス的に。なのでテカシみたいにチクったことを完全に認めてるわけではないので、さらにまあ注目を浴びてしまってるわけですね。はい。でごめんなさい、まあざっくりガンナーがどんな状況にあるかっていうのをこれでまあざっくり説明したと思うんですけども、今回なんで説明したかというと、まあ先ほども申したようにガンナーが曲を出してきたわけですね。出所して初めての曲ね、初めてではないかもしれないですけど、まあ初めての曲を出してきたわけなんですね。でそれがまあ、バター&ブレッドっていう曲なんですけども、あ、ブレッド&バターですね。はい、これも見せた方が早いかもしれないですね。だからその曲を出してきたので、今回それを和訳解説していこうかなと思いました。で、あ、ほらこれ最近これ本当に9時間8時間前とかなんですよね。これ確かアルバムかなんかじゃないですかね。これも今、調べてる中で発覚したことなんで、まあこれも近々アルバムが出るんじゃないかな。はい、なのでこれももういいんですけど、このブレッド&バターっていうのがまあ2週間前ぐらいに出た、まあ、出所して初めての曲みたいなので、今回この曲をまあワイク解説させていただく前にこの動画を撮らせた次第でございます。はい、なので出所して初めての曲なので、まあチクったことに対して、捕まったことに対してね、歌っている曲なので、まあ、注目を浴びている曲ってことなんですね。はい、なので、まあ、今回その曲を和訳解説させていただきました。はい、なので和訳解説動画から1回来てこっちに、この動画を見ていただいている方は、どうぞ、和訳解説動画に戻っていただいて結構です。和訳解説どうぞ。で、この動画から始まった人は、まあ、和訳解説どうぞ、まあ、一緒ですね結局は。すみません。はい、で、まあ、和訳解説やってますので、他の曲もいっぱいあるので気になる方はぜひそちらの、和訳解説動画もチェックしてください。はい、で、まあ、こういう動画が好きな方は、こういうヒップホップに対しての出来事や、噂話などこういう動画もやっていってほしいなと思う方はぜひコメント欄に、その旨をお伝えいただければ、幸いです。はい、で、まあ、チャンネル登録もぜひお願いいたします。今後もね、こういった動画はどんどん、やっていこうと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。それでは、ね、ガンナの、ブレッド&バター、ね、和訳解説動画、どうぞ見に行ってください。お願いいたします。はい。それでは皆さん、良い人生を。